昨年の K-1 ファイトナイトのリングでスイスタイボクシングタイトルマッチに挑み、強烈なハイキックとフックで鮮やかな KO 撃を見せてくれたマリノ・デフロール。今やスイスの格闘技界ではアンディに次ぐ人気選手である。実力も十分につき、今年は日本をはじめ世界に進出をするという。今回その第一歩としてヨーロッパタイトルに挑む。Einen weiteren Höhepunkt erwartet uns jetzt mit dem Kampf um den WKA Europameistertitel im Super-Weltergewicht. Leider ist der amtierende Europameister aus England, Steve Holt, verletzt und kann aus diesem Grund termingerecht seinen Titel nicht verteidigen. Wir wünschen ihm von hier aus gute Besserung. Trotzdem treten jetzt zwei Topkämpfer um den vakanten Europameistertitel an. Third Fight. Edward Rivard vs. Marino De Florin.いよいよ、マリノの、アンディの一番で喋ってきますね。第3試合ですね、WKA 欧州スーパーウェルター級選手権、3分5ラウンド、イギリスのエワート・リバート選手対、スイスのですね、マリノ・デフローリン選手の対決ですね。そうですね。でこの赤い方が、マリノ選手です。そうですね。アンディの、まあ、一番ですね。アンディが今最も期待している選手ですね。あ、そうですか。身長は165センチと低いんですけども、今の筋力見てもらったら分かりますけど、非常に上半身のパワーがある選手ですね。スーパーウェルター級ということで、だいたい70キロですか、69キロですか。そうですね。これ、はい、ラモンデッカーのクラスなんですよ。あ、なるほど。ヨーロッパとか世界で強い選手といえばですね、だからもう彼は第二のラモンデッカーとか、ラモンデッカーを超えるだけの素質を持っている選手なんで、この上半身は本当にあれですね、キックボクサーにはいない、ね、全く空手家の試合をしますね。キックボクサーというのはもう空手家ですね。アンディ選手 そのスイスの道場でもこういう K-1 スタイルの、グローブをつけての練習をかなりやってるんですか。やっております。マリノは小型アンディですよね。体型 も体型がそっくりですね。そっくりです、で何よりもですね、彼の一番すごいところはハートがいいんですね。あ、そう、前へ出ていくファイターですから、本当アンディに勝るとも劣らない、気性の激しいファイターですよね。左右のフックが非常にパワフルなんですね。そういうところもアンディに似てますね。年齢は28歳ですね。相手のエワート・リバート選手も28歳で、エワート・リバート選手はですね、完全なキックボクサーですよね。ずっとテクニシャンで、蹴り方、打ち方一つ見てもですね、そうですね、ディフェンスもきちっとしてるし、テクニシャンですね。そうですね。やっぱりヨーロッパはやっぱりこういう立ち技系の格闘技は本当レベル高いですよね。高いですね。今緑と見せかけて膝蹴ったりしてるんですけども、マリーノは体が頑丈なところに前へ前へ行きますから、圧力がすっごいんですね。そうですね。本当この圧力もされてるって感じですね。攻撃はしてるんですけど、ね、やっぱ下がってますよね。あの左右のフックはいいですね。ブロッカーの上から切りますね。今のミドルですね。今膝でブロックしてますね。いい選手ですね。本当に気性が悪い人、前に前に前こういうの、日本人の選手でも好かれるタイプの選手ですよね。ああいうね、マリノのフックはですね、ガードの上からでも徐々に効いてくるんですね。そうでしょうね。あのフックはパワーがありますから。エワート選手はブロッキング両できちっとしてますけども、だんだん脳へのダメージが大きくなってくるんですね。第1ラウンド終了して、第1ラウンドは決定的な差はないですね。前へ前へ出てたのは、マリノ選手なんですけども、ここからですね、上から打っても、この上から効いちゃうんですね、ガードの上から、ね。テンプルに入ってますね。テンプルですね。びっくりするんじゃないですかね、パンチの方に。ただまだ力んでますから、これが下半身のキレで打つようになると非常に怖いですね。そうですね。
して第2ラウンドに入ります。まあなんか K-1 を見てるとですね、アンディ・フグ選手とかこういう空手の選手が、この K-1 ルールというかですね、グローブをつけて戦うことによってですね、もうキックのスタイルもちょっと変わってきますよね、あのいわゆるこう筋肉の人がですね、筋肉質の空手スタイルから、こうグローブに適応したスタイルがですね、新しいなんかこうキックの戦法を作ってるような感じがしますよね、スタイルを。そうですね、だからキックの人たちは自分のキックのリズムで自分のスタイルっていうのを作りたいんですけども、 それ前のは全然リズムを崩してますよね、前でできてですね、もともとあのキックの選手なんかウエイトトレーニングなんかあんまりしないですよね。でも空手の選手はもうこう自分の体をですね、ウエイトやったりですね、すみません、今は腹筋ですね、聞いてますよ、ブロックの方ね、ちょっとうまくブロックをしてるんですけども、ブロックの上から構わずにそのブロック越しに打ってきますからね、パンチはすごいですね。これがね、あの前のボディーが打てましたらもっとね簡単に打てるんですけど、まだねキャリアが浅いんで。でもなんか、アンディそっくりですね。なんかこれ、ね、アンディフグを見てるような本当に浅いですね。ダウン取りましたね。ダウンですね。あ、ちょっと足が同時につったような形になりましたね。パンチで効いたんですけども。小室帰りじゃないですか、ね。ああ、なるほど。ちょっとあのマリノ先生、マリノ選手の前のチャンスですよ、チャンスですね、ちょっと小畑選手はちょっと効いてますね、効いてますね、足に来てますね、左来ましたね、右も、あ、いいですね、あ、飛びますね、うまいですね、ナイスダッチじゃないですか、あ、ね、ここでレフリーストップということで、はい、2ラウンド1分50秒、マリノ選手の KO 勝ちですね、本当にアンディフグみたいな感じですね。新チャンピオン誕生ってことですか。そうですね、これはアンディについてスイス2本目のベルトじゃないですか。そうですね、Ladies and gentlemen, the winner and new European Super Worldweight Champion from Switzerland, Marino Nino, Deferin!